パンク治りました。はい。どう？バッチリです。バッチリ自分で直した。はい。お前自転車できるやん。やらないです。店どうや出したら。やらないです。いややっぱり。はい、でもお前すごいな。どうしてんの？どんなんして直したん？タイヤ外してチューブ交換しただけです。ということはこれ全部自分でめくって？めくりました。なあ、はい、空気入れは？空気入れ後ろについてます。こいて？いやいやいや、どんだけ俺肺活量あるんですか。なんかありそうな体してるからやな。器用やな、せやけど。ありがとうございます。なあ、いや、そういうことで、またこれからひょっとしたらだいぶ俺から遅れとったけど、あれ知ってパンクさせたやろ。なんかこうこんなことしとったけど、こうついて。やっぱあの向こうのあの見てみ、あれ、それをカメラで映る、あの向こうの、あの向こうの山から来てんね。はい。ほんで一番きついぐわーっと登るとこでこうついとったやんか。なあ、ついてないです、ついてないです。まあ巻いてただけです、ちょっと髪をピッピッって巻いただけ。とりあえず今ここまで登ってきたけど、多分あそこがもう頂上やと思うね。多分やで。まあ行きましょう。はい。ようほんまにパンク直して来てくれたわ。で、じゃあ行こうか。はい。行くで。はい。またガビオマ君違うからね。分からないです。もうこっちの砂利道も好きなの。そうですね、ここからはアスファルトのところがちょっと広いんで。はい、どうぞ。こう、ヨーロータ。どう、嗅いでください。いや、今火つけてます。はい。多分柔らかく、いい感じになると思います。それまでお粥をちょっと食べてください。はい、わかりました。よう登ってきたな、この坂。なぶや。来ましたね。ほんまに。坂本さん。坂本さん。ありました。坂本さん、ありました。ありがとうございます。ちょっとね、麺が緩いです。これはいいね。手が縮かんでしょ。手が縮かむねんな、これ。ああ。手袋着られないですか。いや。皆さんすいません。食べる人、逐次、適宜入れて、うん、ここに食べるものはとりあえずたくさんありますから、やっていただけますか。お箸もそこにあります。あ、坂本さんと映ってる。